こんにちは、ぬれねずみです。このチャンネルはですね、テレビのドラマをなるべく1話1話追いながらって感じでちょっとやってるんですけど、今日はですね、特別編ですね、映画を見てきましたんで、そちらの感想になりますので、よろしくお願いいたします。で、今日はですね、ロブグリエ監督ですね、アラン・ロブグリエ監督の、こちら、書いてますね。エデンその後でで、その後って読むんですかね、その後って読むのかわかんないですけど、エデンその後ですね。はい。あとですね、快楽の斬新的横滑りと。はい。すごい名前のタイトルですね。もうこのタイトルはね、大好きです。はい。全く意味がわからないと。うん、そんな感じの、一応ね、早稲田松竹の方、東京の高田馬場の早稲田松竹で、見てきたんですけど、こちら2本って感じで、この後3日間ですかね、上映されます。あとまあ多分地方とかもう合ってるところもあるだろうし、まだのところもあるだろうしって感じですけど、まあ特殊上映系とかね、やってる映画館だと見れると思いますので、まあもしよかったら見てくださいっていうのと、見てくださいと。はい。そんな感じです。よろしくお願いいたしますと。はい。で、今日話すことがですね、一応どんな人、1がどんな人ですね。どんな人と、あと、ま、こんな感じの人ですよっていうのと、まあ、それも知ってらっしゃる方は知ってると思うんですけど、そちらと、2がですね、ちょっと待ってくださいね。ロブグリエさんのいいところですね。はい。いいところ。はい。で、あとは楽しみ方と。はい。そんな感じの3本になります。はい。よろしくお願いいたしますと。で、1ですね。まあ、ざっとで言いますとですね。まあ、顔形がこんな感じです。まあ、こちら、奥さんとね、多分ね、の写真も載ってますけど、一応こちら、ピンで言ったらこれです。この写真ですね。かっこいいですよね。これ、どなたが撮ったのかな。まあ、被写体としてもかっこいいんですけどね。やっぱフランスのなんか、伊達男って感じがしてね。これ、いくつの時撮ったんだろうな。いいですよね。自分がパッと思いついたのは、この目を見たらあれですよね。やっぱり、勝慎太郎さんですよね。はい。なんか、いい顔してるなと思ってね。まあ、男の人はね、最終的にこういう顔を目指すってこともないですけど、目指してやっぱり頑張っていかないといけないなと。はい。そんな感じで思いましたって感じですね。で、一応生まれがですね、1922年生まれですね。で、2006年に亡くなられてます。で、85歳ですね。結構行きましたね。はい。そんな感じの方です。で、一応ウィキでも最初に書いてるのがですね、フランスの小説家、映画監督、ヌーボロマンの代表的作家とされると。はい。ヌーボロマンですね。これ見えますかね。一応こうしておきますかね。ヌーボロマンと。はい。ちょっと、ピンボケしてるかもしれないですけど。はい。一応そんな感じですね。ですから、できた、この映画ができたあれが、まあ、これ、年代順になってるんですけど、もともとはね、去年、マリン・エバートですね、ちょっとくちゃくちゃっとなってますけど、アラン・レネ監督の1961年の作品ですね、そちらも、なんかちょっと改作っていうか、わからんという、そういう、映画のね、代表作みたいな感じになって、皆さん見たことある方もおられると思います。で、自分はね、予告編しか見たことないんで、自分は、その変な映画を撮る人がいるらしいということで、こういう小説だけで自分の数少ない文庫本の中に残ってます。なぜか。はい。そんな感じです。で、全体で言いますと、63年、あと66年、あと、68年ですね。で、こっちが1971年。ですから、まあ、ウッドストックとかね、まあ、その辺のごちゃごちゃした時ですよね。で、あとこちら、1974年とありまして、こんな感じですね。75年、83年、95年。あと最後は2007年と、最後のやつもちょっと見てみたいですけどね。はい。そんな感じで思いましたと。はい。そんな感じです。で、全体としてはですね、こちら。今日の最初のエデンのその後からいきますね。エデンその後に関しては、こんな感じ。これですね。これ皆さんもね、書いてらっしゃる方いると思うんですけど、ピエール、なんだっけ。ピエール、ピエト・モンドリアンですね。オランダ出身、19世紀から20世紀のオランダ出身の画家さんと。はい。で、最終的にはなんか、アメリカ、カナダか?そっちの方に行ったらっしゃった方だと思うんですけど、なんか抽象画ですね。こういった感じの、室内。ですから映画も、こんな感じの室内から始まりますよと。はい。結構おしゃれですよね。
そんな感じです。で、おしゃれな学生さんが、まあなんかちょっと変な人が出てきて、それにちょっと巻き込まれて、どうしたこうしたみたいな。まあ一応その、最初の方はそんな感じのお話ですね。で、2の方も一応言っときますかね。この快楽の斬新的横滑り。うん。これに関しても、関しては、ある綺麗な女性に、殺人の疑いがかかると。うん。で、どうしたこうしたと。はい。そんな感じのお話ですって感じですね。で、もう今日ね、長く、まあ見てらっしゃる方の方がほとんどだと思うんで、自分が見たおすすめポイントですね。男性に関して言えば、もうツイッターにも書いたんですけど、おっぱいが見れると。うん。それがね、一番いいとこです。はい。で、それはなんでかというと、冗談でもなくて、映画館でみんなでおっぱいを見るっていうのはね、それが一番いい映画体験なんですよね。うん。みんな、おー。それはね、一人で見ておーっていうのとちょっと違うし、なんだろうな、映画だからこその王ですよね。うん、それをまあお客さんの層で言ったらやっぱり年配の方が多かったんですよね。自分よりも二回りぐらい上ですよね。まあだからものすごい映画監督さんとかね、もしかしてあの中に混じってるんじゃないかと思うんですけど、大体もう定年過ぎてまあ60代70代ぐらいじゃないですかね、メインになってるの。そちらがもう9割5分ぐらいで、女性の方は自分が見た中でも、女性の方はもうちょっと若くてね、30代、40代ぐらいが、自分が見た回では多かったんですけど、それでもまあ、10人ぐらいですかね。あとはもう60、70ですよね。まあ70代結構多いんじゃないかなと思うんですけどね。そんな感じの印象でしたと。ですから、そういうおじいさん方ってこともないけど、もう自分より二回りね、人生の先輩と一緒に、小僧が一緒の映画館に座って、おっぱいと、おー。それがやっぱり映画館の良さと。ですから、もう最後にも言うんですけど、ぜひ映画館で見てくださいと。逆に映画館の閉じ込められた空間じゃないと耐えられなかったりするかもしれないし、そんな感じですとか、飯食いながら見てどうこうっていう映画でもないですし、と思いましたと。はい、そんな感じです。ですから、ね、見れない場合はね、ビデオでもいいんですけど、まあぜひ、まあ映画、もしね、あったらちょっと、見てくださいと。そんな感じですと。はい。で、あとは、そうですね。まあ、男性の方に関してはそうですね。基本そんな感じ。あと、もうちょっと真面目なやつも後でちょっとやりますけど。あとは、女の人に関して言えば、やっぱりフランス映画ってちょっとおしゃれなんですよね。おしゃれなのと、まあ、あとは好き好きですけど、男も女もよく喋ると。フランス映画は基本そうですからね、なんかね。まあ、今回に関してはそんな男の人喋ってなかったですけど、よくペチャ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 、なんかどうでもいいことってこともないんですけど、それ喋るのがね、フランス映画のなんか良さだと思ってますんで、まあ、その辺は、どうなのかなっていう感じと、あとは、そうですよね。まあ、性的なんとかとかも、まあ出てくるは来るのは来るんですけど、基本は別に今見た別にそんなエロくもないし、あとはそうですよね。だからその象徴的な感じで、まあこれ言っても大丈夫だと思うんですけど、女の人のマネキンとか真っ二つになってて、それになんかまたなんかごちゃごちゃしてるみたいなのはあるのはあるんですけど、そういうのをね、どういう風に感じるかっていうのはまあ人それぞれでしょうね。多分ね。だから映画好きな女の人から見てもどうなのかっていう。あとまあこういうのを見慣れてる人から見てもどうなのかとかね。こういう系統の映画を見慣れてる方からしてもどうなのかなっていうのは思いました。で、あとは自分が考えたのは逆に男の人のマネキンが真っ二つに割れてたら自分はどういう気持ちがするんだろうって、それはね、ちょっと見てみないとわかんないですね。だからそれの男女逆バージョン、全く同じことを男女逆でやってもらったらどんな感じになるのかっていうのは、ね、もしよかった、誰かね、作られる方があったら、ちょっと見てみたいなと思いました。だからそれはやっぱり自分と同じ性を持った人が見るのと、やっぱ違うかもしれないんで、その辺に関しては、多少女の人が見たら、いいとは思わないのかな。それか、もしかして、いいと、思う人もいるのかもしれないですね。それわかんないです。
まあもしそういう感じた女の人がいたらちょっと教えてください。あれはいいわみたいななるのかもしれないしね。うん、そんな感じですと。はい。で、あと、ロブグリエのいいとこですね。自分ね、もう、初見なんですよね。ちゃんと見たのは、もう本当に初めてなんですけど、自分がいいと思ったところですね。ロブグリエさん、初心者としてのいいところ。うん。何気に、編集のリズムが、むちゃくちゃなようで理にかなってると。うん、それは多分、なんだろうな。まあこういうのもまあ今となっては法則的な感じになってるのかもしれないですけど、単純に綺麗ですもんね。綺麗。うん。で、リズムが、やっぱりその、前使、こう、いろんな、あれがモンタージュ的にこう進んでいくんですけど、前使った映像がまた後からポコッと出てきたりとか、それがポコポコポコッとか入ったりして、結構むちゃくちゃに作ってるようで、なんかね、心地いいっていうか、その、なんだろうな。変なリズムってことはないんですけど、なんかよくわかんないまま進んでいくんですけど、それが気持ちいいと。うん。そんな感じです。ですから、編集やってるのかな？ちょっと後ですね、調べてみないとわかんないですけど、うん、特に最初の方ですね。最初の方の、こっち。あ、こっちだ。エデン、その後か、その後か全然わかんないですけどね。こっちでエデンの方ですね。エデンの方は、良かったですね。だからこう、わけわかんないけど、なんか変なリズムがあって、それを、なんか見続けてしまうっていう、そういう感じになってます。で、逆にその、快楽の方は、まあ、多分見た順番にもよるとは思うんですけど、自分はエデンから見て、その後快楽の方を見たんで、ああ、やっぱこういうな感じなんだ、みたいな感じで、なんとなくそれで、あとはまあ最終的ですよね。やっぱこれは賛否両論分かれてたのかな、どうかわかんないんですけど、オチ的なものがやっぱつくのはつくんですけど、それが出てきた時点でね、まあ自分としてはちょっとなえるんですよね。いや、オチなんていらねえよ、みたいな。うん。そんな感じです。だから、まあその、ロボグリエさんがどういう感じでね、作ったのかちょっとわかんないんですけど、なんだろうな。快楽の方はこれ書いてるんですけど、オチがつかなくて、まあ、とりあえず、ちょっともう落ち着けよう、オチをつけて終わらせようや、みたいな。なんかそんな感じですよね。だから、全体のリズムつか、だから同じ、その、なんだっけ。あれ去年じゃないですか。名前忘れちゃうの。エデンですね。エデンの方は、まあ最初にも書いてますけど、なんかタイトル、イメージ、作者みたいな感じで、そういう文字を入れていくとこからこう、連なっていくんですけど、その辺が、一応うまくいってる感じだと思うんですよね。話とか場面の飛び方とかに関しても、なんかね、変だけど、変がうまくいってるっていう感じになってるんですけど、もう一つの方に関してはね、ちょっとなんかあんまりうまくいってなく、結局、うまくいかなかったっていう終わり方じゃないのかなと、自分は勝手に思ってますって感じですね。はい。そんな感じです。ですからまあ、見るんだったらそのエデンの方と、まあ見比べてみるって感じですね。うん。そんな感じでお願いします。あとまあなんかその撮影のなんかを見たら、基本的にはその脚本とかもなくて、なんかこう、イメージをどんどんこうやってっていうのを撮っていって、最後こう繋ぎ合わせたみたいな感じみたいなんで、だからそれがうまくいくときもあればうまくいかないときもあると。うん。そう思えばまあ、それはそうでしょっていう感じですね。はい。そんな感じです。だからやっぱり、編集のリズムが良かったと。だから退屈はしないですね、自分は。そんな感じです。あとはですね、ロブグリエさん、なんか視聴者が感じることを、なんか見透かして遊んでるような感じがするんですよね。ですからこれ、芸術的な映画とか、誰かに何かを伝えたい映画ってことじゃないと思います。だから小説の本も多分全部は読んでないんで、まあ、3分の1くらいしか読んでないんですけど、小説で言えば言葉遊びですよね。言葉遊びの部分と、あとは構造的にこういう感じで見せていくっていうのが、まあその書いてる人と、としては面白いって感じで、だから多分基本はエンタメ
の人だと思ってるんですよね、自分はね。だからその辺がいいと。そんな感じもするんですよね。まあ、あとは、まあ、この言葉で合ってるかわかんないんですけど、まあ、これがちょっと変態性、じゃあ変態性なのかもしれないんですけど、綺麗な女優さん、ね、これは綺麗だぞっていう人を選んで、で、その人を映画の中で脱がして、言葉悪いですけどね、脱がして、で、お前らにも見せてやるよと。これちょっと変なおせっかいでもないんですけど、ただそういう感じのなんかね、なんか面白い人なんじゃないかと思ってるんですよね。あとはなんか芸人気質ってこともないんですけど、これとこれでどうすかみたいなな感じがしますよね。だからサービス精神がある人なんじゃないのかなと、まあ映画からも感じられますし、基本的にはそんな感じです。ですから自分はもう好感を持って見てますって感じですね。そんな感じです。だから SM の描写とか、なんかこう、そういう感じもあるのはあるんですけど、まあ今見たらチャッチーし、チャッチーってこともないんですけど、そんなことはどうでもいいってこともないんですけど、まあもっと変な人はいるだろうしね、特に日本とかだったら、もう本当に、みたいな人って多分いると思うんで、もうそういう人はもうぜひね、ロブグリエさんよりすごい映画多分撮れると思うんで、これどこが面白いのっていう、映画を撮れると思うんで、そういう人は頑張ってね、映画を撮って映画の道に進んでくださいと。はい。で、あと変なのできたよって言ったら知らせてください。見に行きますんで。そんな感じですね。まあ大抵の変なことはね、あ、まあそういう人いるよねになっちゃいますからね、もう今の時点では、今の時代はね。そんな感じですと。あとは、そうですね。もう楽しみ方ですね。楽しみ方に関しては、その監督の映像における性癖ですね。だからこんな感じが、なんか無知でどうしたとか、まあ、そんなのはまあ別にどうでもいいんですけど、そのなんか編集の癖とか、なんかそういうのを見ていった方がいいのかもしれないです。あとは、写真ってね、黒澤明さんも言うと、構図の性癖とか、映像としての性癖、またこれやってるよとかね、あ、これ好きなんだな、みたいな、ロブグリエさん、みたいな。なんか多分ね、そういう楽しみ方をするのがいいかもしれないです。ですから、ちょうどね、早稲田で、早稲田松竹さんの方で、ね、6回あるんで、ぜひ6回見てね、やっぱあそこ好きなんだと、そういうのを楽しんでくださいって感じですかね。はい、そんな感じです。で、あとはそうですね、まあ、あと大体言っちゃったかな。まあ言いましたね。もう言いました。一応そんな感じです。ですから自分も楽しく見れましたし、あとは基本自分テレビのドラマのレビューをね、やってはいるんですけど、基本は映画でやってます。で、この人はどんな、普段どんな映画を見てこんなことを口走ってるんだっていうのありましたら、一応概要欄の方にもですね、去年かな、一昨年かなんか、多分200本ぐらい多分見たやつがあるんで、基本は名画座巡りです。池袋の文芸座さん、あと、飯田橋の銀霊ホールさん、あとなんだっけ、あと早稲田松竹さんですね。あとベーラですね。シネマベーラ。はい。その辺をぐる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 回ってみて、だいたい200本ぐらい見たら飽き、なんか映画ばっかり見ててもしょうがないかなと思って、やめてっていうのを、それを多分、人生の中に2、3回、まあ3回はやってますね。少なくとも3回、4回やって、だからばーっとその年はばーっと見て、パタッとやめると。で、今はもうドラマ。だからドラマもまあ、とりあえず200見ようと。そんな感じでやってます。だから映画のレビューに関してはそんなやらないと思うんですけど、まあ一応って感じですね。基本は古典系が多いのかな。まずはなんかみんなが見よう、みんなが見たことがある、名作ですよっていうのはまずはちゃんと網羅しようとかね。名前を聞いたことはあるけど見たことない映画を見ようって感じになってますので、まあこれからどのぐらいちょっと増えるかわかんないんですけど、まあロブグリエさんのも、せっかくなんでね、またあと3日間ありますんで、見たらレビューするかもしれないし、しないかもしれないですと。はい、そんな感じです。自分としてはね、随分楽しみましたと。あとは
ロブグレイさん自体はあの子おっぱい出てましたよねって言われたら多分意外と一番嬉しいんじゃないかな。